今日の福岡市は青空が広がり、朝から強い日差しが照りつけています。午前11時半までの最高気温は福岡 34.4 度、北九州 33.2 度、久留米 32.5 度、飯塚 32.1 度、佐賀で 32.1 度となっています。暑い、もうすごい暑いですね。もうカンカン照りでちょっと日焼けが怖いんですけど、雨の後ってやっぱりジメジメするんで、こういうかき氷とかがあって助かりました。気温や湿度などから計算される暑さ指数は、今日福岡県の糸島市や大牟田市などで33に達する予測で、危険な暑さが見込まれています。気象庁と環境省は今日九州全域に熱中症警戒アラートを発表し、エアコンの適切使用やこまめな水分補給など熱中症対策を取るよう呼びかけています。